今、ちょっと時間あるんで、珍しく速報系で。先日の K1 のセミメインで戦った、山崎秀明選手 vs 大和選手。皆さんご存知の通り、勝ったのはマト哲也選手。天国を味わい、負けた山崎選手は地獄へ。試合後、山崎選手は、負けました。結果が全てです。ありがとうございました。と、何か言いたいことはあるんだけど、ぐっとこらえているような反応を繰り返しておりましたね。 そして昨日、ナスカー天心選手 VS タケル選手のザマッチの記者会見が行われ、そこで今までの体重58キロ契約、4キロ戻し、当日62キロ、で、その当日計量は試合3時間前に行われることがアナウンスされ、それから少しそのことで両陣営のファンがざわついておりまして、どっちに有利だとかどうだということで、で、それにライズの伊藤代表も苦言を呈すような追悼し、 しかしそれが逆に火に油を注ぐような結果になってしまい、ことは逆に大きくなってしまい、そのことについて、大和哲也選手が、まずこうツイートをしました。どんなルールでも、体重でも格闘家ならやるって言ったら文句なし、自分がやるって決めていったんだから、だからどっちに有利とかもないと思うけどな、承諾した時点で、と。するとそこになんとですね、この話とは全く関係なく、 しかもこの話に触れるでもなくですね、山崎秀明選手がそれを引用リツイートしてこう投稿しました。先日もありがとうございました。山崎とのダイレクトリマッチ受けてくださいと。おーということで盛り上がるコメント欄。リマッチ見たいですとか、ヒデさん、その時を楽しみに待ってますとか、ヒデさんが言った、ずっと応援してます。よっしゃ、ヒデさん好きだ。でも中にはリマッチは楽しみだけど、 挑戦したい選手はたくさんいるだろうしなっていう声も当然ありましてでさらにその後山崎秀明選手このようなツイートをしました勝っても負けても現役最後と突然の引退報告にファンの方たちからは嘘だろあと1試合しかゴールデンフィストが見れないなんてならダイレクトリマッチはありだなとか やめるの寂しいし、でもこれからの人生のことを考えて、年齢も考え、五体満足とは言えないかもしれないけど、日常生活に問題なく、リングを降りられるならば、人生も長いし、やめてほしくないとは簡単には言えないなって思います。本当に次がラストマッチなら、本当に悔いなくやってほしいです。秒殺するヒデさん、また見たいです。そんな、てんてんてん。 決断からの行動、その言動、パワーが他人のパワーにもなります。心より応援してますとか、あと間違えて、山ちゃんのゴールデンピストンめちゃくちゃ好きでしたっていう人もいましたが、大体いいほぼこのような嘆きの声多数届いておりました。はい、山崎選手、いろいろ考えて決意したというのが伝わってきますね。自分の中で納得できないこともあったのだと思いますが、今のところ、山と哲也、チャンピオンからの返信はありません。